待つ、すぐに飯。家を飛び出したまま行方が分からなくなってしまった刑事を追って旅に出た利家と松。二人はまず刑事の遊び友達徳川家康に会うため三方ヶ原を訪れたのであった。刑事ったらまた遊びほうけて、前田家の男ともあろう者が何たること。犬千代様、行きますよ。はい。刑事を追ってどこまでも。私は忠勝を起こす。忠勝、前田夫妻をおもてなししろ。家康様、ここを我らに任せてお引きください。俺たちならやれる。確信はねえけど。忠勝、前田夫妻をぶち案内してやれ。本田忠勝、出ろ。殿、
あまり暴れすぎては家康殿の怒りを買いますぞ。おう。拙者を倒すか。面白い。なぜだ、なぜおきめ。おきめ、槍を奪い隙を狙うぞ。誰か、マダカ様を起こしてくれ。家康様も強いのだぞ。おうよ。めっちゃ上がり。戦わず徳川流でもてなしてやれ。戦わず返事がどうしたんだ。これまずい、まずいぞ。わしの声は届いているのか。なぜ起きねえ。どうやらここにはいないようにござります。戦わず起きろ。どうしまったんだ。戦わずが、ありえねえ、ありえねえ。おお、あなた様こそ天下一の武人なり。戦わず、戦わず、なぜ起きねえ。力をかけて戦った、悔いはない。たった一人を相手に何たるざまだ。お前、覚悟はできているか。なん、援軍を断たれたか。慌てるな。機を伺い隙を狙うのだ。迎えるな。当てればよかろうなのだ。犬千代様、味噌汁が冷めてしまいました。ああ、それは大変だ。
黙らっしゃい！かかってくるなよし！殿、何か来てくれないかな？心配だよ。めっちゃ上がり！その程度でわしらがひるむとでも？どうだ？天下に知らせる。旗を上げよう。もち、我が軍が制圧した。隊長、俺たちも頑張りますよ。よし、私の殿。よせよ。それがしの勝ち。犬千代様、勝機にござりまする。おう。食ってるか？出ないと勝てんぞ。出せん。わしが時代を作る。この匂いこそ合戦よ。よし、生存ということを教えてやる。どうしたどうした、腹でも減ったか。わしだって男だ。やるときはやるぞ。忠勝ではなくわしなら勝てるぞ。甘い。めっちゃ荒い。やむを得ん。ここは一度引く。腹減った。よっしゃ、まず行くぞ。次だ。犬千代様、あちらでござりまする。おう、いざいざいざ。徳川家康は刑事の行方を知らなかったが、家康の部下より刑事が奇妙な南蛮人と話をしていたという情報を得ることができた。利家と松は早速その人物を訪ねることにしたのであった。犬千代様、刑事はいかがわしい外国人についていたようでござりまする。うん、ひとまず行ってみるか。刑事、ザビー教に入信。
なあ、刑事いる？刑事殿は愛あるいい人。この城のどこかに祈っているのを見ましたよ。モンス、刑事いるって。素敵な地獄の針山は待っていますよ。お前に判決を言い渡す。懲役100万年。異議あり。被告は信者を愛していない。今さん、頑張れ。やっちゃったね。プレッシャーザビ。あなたの洗礼名はパンチョ。うおぉ。ようこそ、ザビーの庭に置いてます。我らは惜しい人材を失いました。全身あるのみだ。私が死んだ灰はザビー城の噴水に。私の科学力を見せてあげましょう。持っていきなさい、夫婦円満のご利益よ。マジ祈っていこう。熱狂的な方は大歓迎ですよ。愛の成果を見せてあげなさい。愛のため。俺も愛っちゃった。エイジいるか。どうやらここにはいないようにござります。悔い改めよ。右手左手。今日も絶好調だぜ。おう、強行者会心熱帯ザービー。みなさん、さっき見て天国行きますか。のさつザビー。今日のご飯は何がよろしいござりますか。まさに食べてる。何でもうまい。本罰をも恐れずも飲め。さあ、遠慮なくこの胸に飛び込んでください。
そのようなこと。
どうした？腹でも減ったか？B の G は敏感の B。 よっしゃー、まず行くぞ。次だ、イネチオ様、あちらでござりまする。おう、いざいざいざ。必死の捜索も虚しく、ザビー城での目撃情報を最後に刑事は行方をくらませてしまった。困り果てた年家と松のもとに聞こえてきたのはある一つの噂であった。犬千代様、足軽長屋より刑事が上田城で目撃されたとの噂が。上田城か、刑事の匂いがするぞ。刑事の尻拭い。貴殿の宣戦布告、しかと受け取り申す。それがし、宣戦布告なんかしてないぞ。和子殿は何やらごまりしておられるようですな。待て、一体何？まさか刑事が面倒を起こしたのでは？二人ともその前を走らせぬ勢いですな。燃える血潮で全力突撃、それが真田隊。敵将が赤子のごとく、さすがは御大将。虎の和子よ、刑事を知らぬか。全国散々殺しので暴れ回った。待つ、刑事になって。それがし、枕を並べて朽ちる覚悟。おい、出てる場合じゃねえ、起きろ。雪村、ある限り。あと
前田刑事ってあんたらの身内？困るね、ちゃんと教育してくれないと。ああ、穴があったら入りとうござりまする。武田に敵はなし。めっちゃ荒い。見事、これで敵の勢いもそがれましょうぞ。やりやがったな。押し負けるな。武田の力を見せてやれ。陣形を崩すな。取り囲むのだ。敵ながら憎めない男だな。負けるか。うわ、雪村殿は今日も燃えているぞ。燃えよ我が魂。働きがいがあるってもんだ。燃えよ我が宿、我が魂、命の限り震えよ。続け、全身あるのみだ。
全力を出したか。ほらよ、さあ人呼んでサルトビサスケ。さあ、俺様に勝てるかな。あんたらが戦を仕掛けようってんだな。潰すよ。しらぶ、刑事が迷惑かけた。この辺なら。つまらないものにござりまし。やっこやっこ、天員どうも。それで忍び、刑事どこにいる。前田刑事ならもういないよ。まあ刑事、人様はご迷惑をかけたままで。ついてこれるかい。待つ、この忍び空飛んでるよ。イニチル様、それが忍びというものでございます。それがしも飛びたいな。ついてこれるかい。あんたら見てると微笑ましくなってくるね。松、それがし忍びに褒められた。尻尾巻いて逃げちまった方が良くない。無理するな、引け。大さん、申し訳ねえ。申し訳ございません。いさひさしく
刑事はどんな技だ。刑事どもはまず名も名のらしい喧嘩を仕掛け。ノア、武士の恥にござります。次に有無を言わさずサスケを一発ぶん殴り。なんとそのように乱暴な振る舞いを。そしてこの城内を散々荒らし回った挙句。よしきことにござりまする。最後にそばを食してどこかに行った。刑事、人に迷惑かけちゃダメだ。刑事殿が振る舞い、まっこと許しがたき。まず心の底より恥ずかしゅうござります。めっちゃ荒い闘魂絶襲。この雪村、全力で湧いていたっす。お役様の牛、この胸に。腹減った。まだまだ熱い気持ちが足りなかったか。よっしゃ、まず行くぞ。次だ。イヌキオ様、あちらでござりまする。おう、いざいざいざ。真田幸村に刑事の非礼を深く詫びた利家と松、腹を立てる二人のもとに前田家の患者である行商人より刑事の目撃情報が届けられたのであった。犬千代様、薬の行商人より南国にて刑事の姿を見かけたとの情報が。南国、刑事の匂いがするぞ。刑事を追って南国へ。ここはあったかくていいな。のんびりしたいところではござりまするが。おいや、目をとで旅とはええの。溶岩は体力を消耗させます。視界を見なきゃ。しまったろ。それがし、目を探しているのだが。それなことより力比べでも刺激しえ。よし、敵の攻撃撃破、持ちこたえろ。くそ、あ
いつのせいでこの戦は負けだ。始末の戦術を教えよう。見た瞬間に死ぬ。めっちゃいい。現在敵部隊と交戦中。我が部隊フリー。いけるか。ドットロが来てくれる。申し訳ありません。絶対このままではやられる。島津の兵を確認、警戒めされ。まずは一つ。ここが拙者の死に場所か。見眺めよ。さあ次行くぞ。敵将もさることながら至る所に伏せ、一筋縄には行きませんな。見してみ。松、走ったら腹減ってきた。なんとおにぎりはここに。断れるんじゃねえ。前へ出ろ。撃破、持ちこたえろ。おー、めっちゃいい。敵に囲まれた。万事休すか。つまりね。1、2、3、4、5、おんやい。
一二戦術、二二連携、三四もあって五本槍。お、なんという熱さか。拙者、すべて脱ぎ捨てて走り出したい気分にて候。熱き炎がお前を焦がす。鉄く刃がお前を射抜く。めっちゃいい。腹立った。死ぬ前に辛いものを食いたかった。
行くぞ。準備はよいか。これが秘密です。やれ、厳しか厳しか。遺言は済ませた。めっちゃ早い。まだまだ。ブーム開けましてございます。こいつただの裸じゃねえ。たちで仕留めるつもりでいきたい。もうちっとも答えてくれな。立ったつもりになるのはまだ早か。つえ、逃げちまいて。
まずな魂は本格じゃ。コマハンが魂わしに見せてみ。コマハンのその達人は刑事殿の達人に用にちょる。刑事のことを知ったのか。それで刑事はどこに。おいや、今日に遊びに行くと言うちょる。刑事殿はおいの心の友じゃ。道中片手に三日三晩語り明かしたとよ。刑事殿はおいに叫ばを送ってくれたと。まあ、なんと優しい子に育て。まず、ここは溶岩があるな。刑事殿はそこで芋を焼いとったな。これは一本取られたわな。よっしゃ、まず行くぞ。次だ。犬木様、あちらでござりまする。おう、いざいざいざ。島津義弘に刑事の行方を教えてもらった利家と松は、刑事を連れ帰るべく急ぎ京の都へと向かったのであった。そしてついに長い捜索の旅が終わりを告げようとしていた。犬千代様、島津殿のお話では刑事は京にいるとのこと。よし、まず行くぞ。刑事見つけた。ここにいるんだよ。犬千代様、刑事を逃がしてはなりませぬ。の務めですぞ、刑事様。
我らが殿に心配をかけてはなりませぬ。喧嘩ってもんは楽しいもんだね。帰って松戸のお説教を夜中まで聞きなされ。やられた。年かな。まあまあ、ぶつけても食べてけよ。都市の中だろ。見逃してくれよな。ケイジ、それがしの松が怖いのだ。ケイジ、大
帰ったら説教です。松姉ちゃんの説教仲いいんだよな。今日も絶好調ですね。おう、トシ、ケージ、やっと追い詰めた。腹が立った。だからもう終わりだ。面白い。ここまでだ、ケージ。さあ、捕まれ。前のそれがしも、飯抜きだ。そんなに言うならやってみろよ。そういえばそれだし、僕のされたんだっけ。今思い出したぞ。しみ、この私もあと70歳若かったらね。誰こそすね、恨まれる覚えはないさ。松姉ちゃんと旅して楽しかったんだろ。楽しかったな。ママ命を触ったら。今日のご飯は何がよろしゅうござりますか。松に任せる。何でもうまい。姉ちゃん、松を怒らせたらどうなの。分かるか。分かったよ。さあの勢いより怖い説教地獄、なおさら捕まるわけにはいかねえんだよ。刑事、強くなったな。年こそ。お後がよろしい。ま、松、やべえ。うわっ、松、松、松。